どうもラムチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は試練の洞窟の5階に来てます。ここで負けイベントが発生するんですよね。でも今日は装備を整えて負けイベントを突破してみたいと思います。まあこれね、前からやってみようと思ってたんですけども、毎回ね装備するの忘れるんすよ。装備するの忘れる。もう5回チャンスあったんだけども、でも今日は装備していきましょう。ウィアードスレイヤーですね。オールフォーワンがついてるやつにしましょう。普通だったらね、ここかなり時間かかって奥に行って、でゴールのとこ行って一回戻ってとか結構めんどくさいんですよね。なのでここで突破できてすぐクリアができるっていうのであればやっときたい。まあ普段はねこんな感じでダメージ1しか与えれずに倒せないもんね。うん、いや無理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 。うん、これ多分倒そうと思うと1時間以上かかるよね。うん、このダメージ量だったら多分1時間でも倒せないかもね。ブレイクしてもダメージ一緒でしょ。あ、石化した。石化耐性入れてません。はい、ブレイク。ブレイクしても、あ、一度もあんまダメです。倒します。で、倒したけども、どうなる？負けを認めないとかやめてよ。どうだ？お、大丈夫っぽい。これ一回奥に行って戻ってきたらこうなるもんね。あ、もらえた。アイテムもらえた。あ、ならばこのままクリアができるってこと？ 6 階に行ける？このまま進めるのであれば結構なショートカットになるんですけども、いや、なんかいけそうな気はするな。アイテム手に入ったし、どうでしょうか。あーでもなんか入り口×、あ、違う違う、ここでアイテムを使っていけるんだ。あ、いけた、これ。うん、あー、これめちゃくちゃ早いですね。いけます。はい、ということで今日は5回の負けイベントを、強引に突破してみました。まあ、強引っていうかね、1周目クリアしてれば2周目からいけますね。これ絶対ね、装備していった方がいいです。かなりショートカットになります。はい、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。